はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はガンダムサイドストーリー0079コロニーの落ちたちでステージ3トリントン基地をやっていきます。じゃあまたノーマルでスタートしていきましょう。生物環境兵器アスタロス、人体に害はなく植物に寄生して宿主の成長を促進させるウイルスのような働きを持つ。本来アスタロスは兵器などではなかった。スペースコロニーでの農業生産性を向上させる研究から偶然生まれた植物寄生体である。遺伝子操作により過酷な環境でも発育できる能力を持ったその植物寄生体はコロニーでの農業生産性向上に寄与するだけでなく荒廃した地球の砂漠化防止にも役立つはずだった。だがどんな発明にも二面性はある。砂漠でも発育できるその性質は同時に地球上の森林地帯をアスタロスで埋め尽くすことも意味していた。そして地球上の森林が破壊されれば宿主を失ったアスタロスもまた生きていくことは不可能だ。すなわちアスタロスが地球上にばらまかれれば地球の森林地帯は完全に破壊された上に最後には死滅したアスタロスだけが残るのだった。キャリフォルニアベースのジオン軍科学者たちはこのアスタロスの恐るべき性質を知り基地の陥落前にサンプルを資料をもろとも焼却しようとした。危険性が排除されるまで研究は凍結されるはずだった。だが彼らの判断は遅すぎた。キャリフォルニアベースにキシリアザビ直属の特殊部隊であるマッチモニードが展開していた理由の一つはザビ家の目としてジオン軍を監視することにあった。彼らの諜報の中心はもちろん連邦軍にあったものの彼らの目や耳はジオン軍内部にも向けられていたのだ。そんな彼らがアスタロスの存在を知るのは造作もないことだろう。全ての秘密を守るためマッチモニードはキャリフォルニアベースを脱出する際科学者たちを皆殺しにし必要なデータとサンプルを確保した。全てはザビ家のためである。すでに人類はこの戦争で億単位の人口を失っている。戦争の結末が見え始めた今地球にこれ以上の戦死者を出す余裕はない。だがこれほどの最悪をもたらしながらもなお戦争に勝つためだけに生態系を破壊しようと考える人間がいる。マッチモニード、ジオンの敗北という現実を直視する勇気がないばかりに彼らはアスタロスを運んでいるのだ。ごくわずかな愚かな人間たちによってこの世界が破滅の淵にいるとしたらそれに勝る悲劇はない。それは地球連邦軍の敗北どころか地球そのものが人類の生存不可能な星へとなりかねない危機なのだ。トリントン基地。まあ、とりあえず鉱山のところから話はスタートですね。やっぱりこいつらはめちゃくちゃ優秀だな。こういうね人たちがねその後どうなったのかっていうのも知りたいですよね。まあ、ユー・カジマはね、ニューガンダムの時の戦いに参加しているみたいなのはありますけど、マスターピースレイヤーとかこの後どうなったんだろうみたいな、この話が終わった後、まあ、0083の面々は、まあ、なんかティターンズに参加したとか、まあ、そんな軽く描写はあったりするものの詳細はないですからね。
ファーストガンダムにいるジョブジョンとかはF90 の開発とかで出てくるからねお前いたんだみたいな。トリントン基地はちょいちょい出てきますよね、ガンダムのお話で。スタンリーは結構情報くれますよね。やはり核兵器は相当危険なものなんだな。まあ核には核を持って対抗するっていう。どっちを取るかっすよね。でかいところに置くか、それとも誰も気づかないようなところに置くか。なっていた？やっぱそこだよね、気になるのは。そこまでの情報が漏れるのか。まあやってもいいけど新型をくれ、隊長にも新型を送れ。いや、ホワイトディンゴの任務はマジ辛いものがあるな。ああ、こいつらは知らないんだね。まあ宇宙にはあげたくないと。トリントンに核ありみたいな。ああ、やっぱりトリントン基地には核があります。読み上げます、読み上げよう。密かにコピーした特殊部隊のデータファイルの解読に成功。トリントン基地には連邦軍の軍事機密である、わからん核があるよみたいな。一言で言うとトリントン基地には
核があるよーんってそういう伝聞っすね。いやでもこれでなんかジオン軍も妨害工作をしてくれそうだな。え、その可能性を忘れていたなって普通対処するだろう。なるほど。ほうほうほう。最新モビルスーツ招待。荒野の陣雷。長らく出てなかったね。ゲルググ。もうゲルググが地上に降りてるんだ。ジムじゃ歯が立たんぞ。なぜ知っている。そりゃ疑いたくなるよな。情報畑。ジャブロー総司令本部直属の諜報員。はあはあはあ、なるほどなるほど。でも喋ってるね普通に。いやでもそれはそれだけマスターピースレイヤーが信頼されてるってことか。おお、いいやつだレオン。ピースレイヤーもすげえ大人だな。変なやつばっかり集まってんだ。いや、そりゃ黙ってるだろ。まあ、確かにね。俺も感じてるよ。
いやー、いいチームだ、ホワイトディンゴ。連邦にとってなくてはならない存在だな。いや、ゲルググ相手はマジ無理だよ。ははゲルググね。なるほど、前向きな女性だな。装備は一流では二流、人間は三流。さすがだな。なんだそりゃ。こいつは結構やっぱり優秀だね。小泉真弥さんは。あれ、結構いっぱいドムがいる。0079、12月26日、トリントン基地。めっちゃいっぱいいるじゃん。 こういうさ、ロックの解除とかってどうやんの？よくさ、金庫破りとかもあるけどさ、ほんとすごいよね。早っ。5ターンってなんだよ、5ターンって。 5ターンはかかりそうだからってさ、言われても。少尉だけどこいつ一般兵だね。形は名前もない少尉。まだジムかー。でもドムってさ、結構投入されてると思うんだけど、
連邦のデータベースとかと照合できないのかね。アニタちゃんはコンピューターに強いのかね。それを考えるとハッカーもすごいよね。どうやってハッキングするのっていう、まあそんなどうやってハッキングするのっていうのがさ、漏れたら問題だけどさ、よくその個人情報が流出したとかあるじゃないですか、そのハッキングで。いや本当にコンピューターってすごいんだなって。ほんほん、あ、オアシスは動けない。サポートはできない、かつ守れと。何？管制官の制圧。さあ頼んだぞ。あと5ターンしかないよね。そんなことも分かんのか。いやお前のガンキャノンはかけっこ得意な感じの期待じゃないだろ。一応もういきなり自軍の出撃か。このままいきますか。あ、そうそうそう、ちょっとね、バイトをしてバイトをしてですね、今チラッと見えたんですけど、ハローにしました。やっぱりね、このハロー最高、多分これ最高ハローだと思うんだけど、最高ハローにする。これこそ男のロマンでしょう。でね、ちょっとね、強化しました。オプションパーツを3つつけて、まあ、バーニアと出撃リミッター解除とガンダリウムつけて、まあ、防御力を上げてる感じですね。まあ、果たして活躍ができるかって言われると怪しいけど。よし、行くぜ。5体内にホワイトディンゴ、目標エリア。で、4体内に到達できるかどうかか。まあこれはチャンスステップを使ってだな。いけるやつはどんどん行こう。ただね、あんまりね、突出しすぎてもやられちゃうんで、ちょっと攻撃できねえな。残地悪い。残地悪なら当たるといえば当たるか。 54% 回避か。ここでね、荒野の陣雷がどう出てくるかだよね。まあ、ホワイトディンゴの話もね、まあ、大まかにはわかるけど、詳細がちょっとあんま覚えてないんで、まあ、とりあえずヘビガンダムを出して6200でしょ。3100だったら多分当たると思うんだよね。で、上から攻めていこうか。
下は完全に排除していく。ロケットランチャー 66% か。とりあえず当てたいな、これは確実に当てたい。ということで再びセーブを行う。やっぱりね、前半マップがないとね、楽だよね。ロケットランチャー、こいつが噂のドムか。噂のドムなんだすんげーいっぱいいるけどね。ゲットゲージ、ジム、ホワイトディンゴ対仕様って、あー単独であるんだな、そういうのが。で、下半分はもう完全に排除していく。まずはライノサラスっていうか、こいつで攻撃しよう。減らす。ファングスリー、行くぜ。あったねー、外れた。ではどうするか。強襲型ガンタンクをここら辺に出して、ロケットランチャーをぶっ放す。おお、いいね。で、そこからライノサラス、ライノサラスでかすぎだろこいつ。アームマシンガンで倒せっかな。1500はさすがにいけるよな。さて、こっからは一人一殺でいけるかな。接近専用だからなこいつも。あり、そうか、あれか、体調機じゃないから支援が受けらんねんだ。マスターからは支援が受けられないんだな。2900、それなりにやっぱりやばいね。届かん。ラインのサラスがでかすぎるんだよな。ブルーディスティニー4900は無理だろう。これはちょっとこいつでなんとかするしかない。太一、太一9631、むちゃんこ強えな一発で倒せんじゃん。ブルーディスニーだな。いやー、ちょっと厳しいねやっぱり。少し下がるか、この多連装ミサイルランチャーが当てるとこまで。ダイノサラス6レベルで、あと上、これをどうするか。ジム寒冷地仕様、当たらん。クラフトタイプはいけるね。ガトリングシールド効率はめちゃくちゃ食らうんだけど。クラフトタイプ防御力弱い。で、あとハロ、ハロがどんくらいいけるかだな。一応攻撃力も上げてるからね。でね、ミカミックスはね、何気にね、射撃戦特化なんだよね。だハロバブルで攻めていくのが一番いいんだよ。5500とか当たるか、ギリギリだなテンション上がってくれ、せめて。上がらないか。俺のテンションはそんなに上がらないか。ヤッホーみたいな感じで上がってく気がするんだけどな。いや、俺も別に普段そんなテンション高くないからね。どっちかっていうと、どっちかっていうと落ち着いてますねって言われる人だから、まあ、それがにじみ出てるのかな、パイロットの性格にも。いやー、2機倒してもテンション上がらないね。じゃあどうすっかな。このドムを倒してちょっと計算しよう。これでここまで進んで2ターン目、3ターン目、1回チャンスステップ起こせば大丈夫そうだな。ちょっとそうすると
まあ念には念を入れてこのドブも倒しておこう。進みながらマシンガンでいけるかな。4300無理だなこれ。4400の攻撃力のマシンガンじゃなくてちょうどぴったりだ。でこのドムをどうすっかな。ハロビットとかね支援がある。ちょっと待って、このドム取っておかないと次のチャンスステップが起こせないんじゃないか。まあ、こいつらが前進してくるかどうかっていうのもあるけど、まあ、このターンはこれでいいか。やっぱ狙ってくんね。一応反撃をしておこう。支援防御かけられるじゃん。頼むぞ。諜報部員、諜報部員の出る幕もなかったな。でライノサラスに攻撃を仕掛けてくるとは愚かなやつだ。はやあと4ターン意外に楽勝だな。でこいつ5000あんのか。クラフトタイプちょっとやばいんで帰るでしょ。ちょっとこいつら全員返そう。避難させたらもう一つのグループでグループ攻撃。5000は当たるかな。当たんないと思うんだよ。全然当たるわ。でちょっと待って、これで3ターン目でこのドームを倒して終わりにすればいいわけでしょ。でライノサラスはすぐエネルギー切れになるな。下げてジムストライカーも何人食らってるからな。でザンジバルを進めよう。一応ちょっとくっついていくか。でガンダム5号機、いやこのターンはこれでいいかな。ちょっと待ってね、次3ターン目だからここに来るでしょ。動かなかったとしてもでこいつぶっ倒してやっぱり進んどこう。いや支援の防御を得られる位置にいよう。ここだな。上に来るし。ハロビットっていくつなの。6300いい感じだ。ロケットランチャー、待って、エネルギーが減ってきてるから、ここは防御に徹しよう。これも回避。こいつをもう一回壁にするか。もう一個なんかあったな。あ、ハロバブルとハロビットか。これ、マジックパワー使うからね。ハロバブルにしておくか。で戦艦は反撃して後ろ半分のやつらはもうあんまり意味ないからね。でここまで行ってこのドーム倒すでしょ。これこのターンでいけるな。とはいえやはりセーブをしておこう。いつ何時予測していないことが起こるやもしれんから、とりあえず攻撃しておいてチャンスステップを発生させておこう。3700は当たれば問題なし。ゲットゲージ、結構大変だねゲットゲージためんの。いけねえしまだ。この音もどんくらい。あ、3600か。じゃあセーブしておいて、あんまりね早くやりすぎてもね。ただなるべくギリギリまで保った状態でやった方がいいから、ここは確定させておいてハローで倒そうや。ハローをね
早急にレベル上げないといけないから。とりあえずハロムソーにするか。てかさ、始まった瞬間さ、スキル使ってさ、ミカニックスはもうテンション上げるのが一番いいね。ハロ自体が弱いから。となんだかんだでコアファイターもね10レベルなんだよね。コアファイターのレベルも上げていきたいからな。え、倒せない残ったか。さすがの弱さだな。じゃあちょっと初期ジム、初期ジムってなんで使ってんだっけモビルスーツのさ配備の差がありすぎだよね。片やハロみたいなさ結構、まあ、弱いけど特殊なモビルスーツがさ、モビルスーツかこれモビルアーマーかもうよくわかんないけど配備されてさ、こいつに至って初期ジムだからね。4500絶対無理だ、当たんない。ガンダム5号機とかも配備されてるからね。これマジさ絶対やる気なくすよね。隊長はガンダムに乗って私は初期ジムみたいな。でも舞台ってそういうもんかでもホワイトディンゴはジムを取り扱ってるからね。どうしようかな、またここは4500か。いや、やっぱりジムストライカー。ジムストライカーってツインビームスピアでいくつ当たるんだ。4400。まあブルーディスティニーのレベルを上げていこう。まあエグザムシステムは後半戦に使えばいいでしょう。あとはラリノサラスもやっぱりレベルを上げていきたいんで、タレントミサイルランチャー、まあ、今はね地上メインで進んでるけど後半は一年戦争完全に宇宙に移行しますからね。あと残ってる話って言えばジオニックフロントとか、あれもあんまり詳しくはないけど話的には地上なのかな。ガンダム戦記も残ってるんですよね。ガンダム戦記はプレステ2版と、てか帰れねえしプレステ3版が両方確かあるはずなんで、狙えるやつを狙っていくか。おお、高出力ビーム砲か。外したらやだな。 67% か。いいや、ちょっとこいつはこれで。マスターユニットってどれくらい回復するの。今エネルギー98でしょ。それがどこまでいくか。2号機じゃなくて5号機届かねえか。まあいいや、これで次のターンでマスターピースレイヤーを基地の中に入れましょう。来たな。これはまあ100ミリマシンガンで減らしておこう。よし、ここで入れればいいわけだから、まあ、わりかし片付いた段階でクリアした方が後々楽になるからね。敵がわんさか残っている状態でまた新たな敵が出てきてもちょっと困るんで、制圧する、そして攻撃もする。おお、回避されたか。まあいいや、よし、チャレンジ達成。ファングは目標ポイントに到達した。さあどう出てくる。連邦軍の罠。ああ、なんか核があるよっていう情報を流して
トリントン基地におびき寄せる。いや、あるんだけどね、トリントン基地は。こいつ冷静だな。降伏はどうします？脱出ですか？あ、ドムまだパトロールしてるやつらもいるんだ。おお、出てきた。オアシスがやばい。え、どれだけの部隊持ってんのこいつら。オアシスを守らなくては。なんか出てくる。ゲルググが来た。ゲルググの存在は知ってるんだ。さすが荒野の陣内、一瞬にしてドムを撃破した。そして部下もグフを買っているのか。給料分の仕事、こいつどれだけ給料もらってんの。うん、もうちょっと撃破してもらいたかったよね。まあ、ただね、経験値になってもらうんで。なるほど、敵には回したくないな。しかし、いつか決着をつけねばならぬ相手ではあることは確かだ。ここでアンノーンが。お、ドム。これなんだっけ、ドム？あ、なんだっけっていうか知らん。ドミフェンフみたいな。とりあえずパクっておくか。こいつなんで後ろ向いてんの。敵に背を向けている。マスターピースレイヤーどうしようかな。ゲットゲージために行ってみようかな。まああんまりあれだけどね、3150はさすがに当たるでしょう。4200だもんね。よし、でミサイルランチャーで支援をかけるけど、これしかできないのか。オッケー。うわー、もう10レベルになると全然ダメだな。1250も経験値必要なのか。これは当分先だな。でハロー進めたいけど、いっか、とりあえず進めるだけで。エネルギーがないから一旦そのまんまで、そうだ、オアシスがやべえんだ。オアシスがやばいから、下はライノサラスに任せよう。ジムストライカー一旦下げて、ブルーディスティにも一旦下げよう。で、98だったっけ。
全然回復してねえな。じゃあいいや、こいつはこっちに来るのを待とう。やっぱりこういうのはね、町の方がいいからね。で、ヘビーガンダムとか部隊を展開しておこう。グループ攻撃するのに人数がね、いた方がいいからね。ここら辺かな、よし。で、どっちかが、そうだよね、ちょっと減ってたよね。ハロバブルで反撃をして、3500か。3発食らったら落ちるな、これ、マジで。これでもう7000食らったってことでしょ。くぅ、このくらいとってことね。俺はまだやれる。いや、無理だよ。これ終わるぞマジで。終わったー。俺は負けてねえこれ。ロードしよう。3発か。3発で落ちるのはマジで痛いな。しかもさ、でかいからさ、かわせないんだよね。ドームはね、バズーカがね、やっぱり強いんだよね。ちょっと労働をして、で、さっきのところまでサクッと行こう。よし、じゃあ舞台展開はちょっと違うけど、マスターピースレイヤーが危険な気はするが、まあ、このまま進めていこう。なんで回避をしていこう。よしよしよし。で、一回回避したから反撃して大丈夫かな。超食らうな。大事を取って防御しよう。いや、ドム強い、本当に。で、ここの隊長なんとか通さないといけないから、とりあえずこいつは帰る。で、この4500のドムはハロビットで倒せるでしょ。 75% 当たる。7000テンションアップ。さあ、テンションさえ上がればどうにかなるようなもんじゃないな。どうする。戦艦がここまで来ていけねえし、こいつでこのミサイルランチ当たんねえか。超強気の高出力ビーム砲、これで14000か。ちょっとホワイトリンゴもう少し粘ってもらおう。味方を中に入れて援護防御を仕掛ければなんとかなるでしょう。で、ハロは一回下げよう。で、こいつらはまあそこそこ元気だから出しておいて、ビショップか、シャクルズの方じゃなくて、土台で、こんな感じか。で、もう一旦おびき寄せよう。ここは回避。あれ、援護防御的なのが入らないな。うわ、4300次食らったら死ぬぞこれ。怖い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 、マジ怖い。これは反撃をしておこう。ドムも束になると強いな。うわー、こいつが狙ってくるのか。 63% はよくかわしたな。タレンソンミサイルランチャー、あ、これはダメだ。おお、かなりついてたな。もうこれは完全にセーブでしょう。やっぱりね、こういう後の話になってくる方が自軍の戦力がないときついよね。だってこんなのさ、ホワイトディンゴだけだったらさ、絶対無理でしょ、こんな数のドム相手にすんの。
さてさてさて、これでじゃあ進んで、グループ攻撃、これは2人くらい入れよう。適当にこいつとこいつ、 OK。 4700、いい感じだ。でもうゲットゲージいらない、ジムだし。マスターのドームどっちだ、こっちか。こいつをどうするかだな。艦砲射撃も無理だし、でかすぎて進めん。まずとりあえずこいつを倒しとこう。1匹 80%、 1万3000か。7レベル、まあ、命中率をね上げるために機動力を上げてもいいんだけど、まあ、そんな急激に強くなるわけじゃないんで、グループ攻撃にしよう。でこいつにロックをかけて 79%、 7700。これでスーパークリティカルが出れば倒せるんで、ここのところは落ち着いたな。まあ、あとは外さないこと、そのためのセーブ。でライノサラス、ちなみに地上用なんで、これあの宇宙行ったら、あ、宇宙行ったらでもビグロを捕獲してんのか。オーケーオーケーオーケー。このドムはな一応使えそうだから、一機は確保しておくか。で一機は売ろう。戦艦が出てきてないねこのステージだから、お金的にはあんまりか。どうしようかな。ここの舞台コアファイターか。コアファイターで倒せるかな。4600の4600か、無理だな。ここはハードのレベル上げに。そうか、サイコビットって、サイコビットでいいのなんだっけ、サイコミ兵器の武器だから。ようやく2レベルか。これ防御力上げてこう。マジ死ぬのは嫌だからな。テンションが上がると攻撃力が上がるね、カロビット。ってことはテンションマックスだから、これでいけるでしょ。ギリギリだな。で最後もう攻撃しちゃおう、カロビットで。くらえ。多分やっぱりねサイズがでかいっていうのがね問題なんだよね。でこいつもオールデンジ攻撃でいかないと。4600か。意外にねビショップってね弱いんだよ、その機体性能が。だからこれで4600は当たんないよね。4800とかこいつ強えな。減らし役にはもってこいだな。しかもかわすし。さあってどうしようかね。さすがにもうマスターピースレイヤーはやばいんで、当たるか。サイコミでオールレンジ攻撃5000、当たるね。5レベル。防御力も弱いのかこいつ。攻撃力は少し高めに設定されてるけど。であと下のドームだな、これをどうしようかな。とりあえずガンタンクを出して火炎放射で減らして、5000も食らうのこれ。やはりタンクはタンクでしかなかったか。ちょっとブルーディスティニー出して、この優先式ミサイルで5082か。これも当たんなそうだな。5800、全然当たるわ、余裕だった。でジムストライカー、これを2人で攻撃すればなんとかなるかな。6000の3900、よし。
いや、このガンタンクがマジやばい。このドムはビショップ無双でいいかな。4900。下のやつはどうしよう。もう一旦待つか。一応ここを進めておこう。コアファイターもな、できればもう1レベル上げたかったけどね。狙ってきたね。ハイフォアビームライフルで反撃して、やっぱバズーケやばい。これ防御で大丈夫か。3031、いくつ残ったいくつ残ったか分かんないけど、回復して1300だから、超危なかったな。じゃあちょっとここはコアファイターと、ビショップのコラボレーションで倒そう。でね、ちなみになんだけどね、こうスキルがあって、どれかな、こっちか。あれなんかね、エースポイント2倍じゃなくて経験値が2倍になるみたいなのがねあるんだけど、あ、こいつだ。でこれは味方を指定できるんで、ギリギリだったな。こいつにして倒そう。どっちにしようかな。こっちにしよう。いやー、危なかったといえば危なかったな。危なかったどころか、ハローは撃破されたからね。残念ながら。ヘリコプターのエンジン音。いや、だから騙したわけじゃないって。逃げられたか。いや、追撃するって言ってもこのモビルスーツもう限界っす。ジオンの放送、そして我が軍は目標を達成した。私はここにおいてジオン公国オーストラリア駐屯軍の全ての部隊に命じる。最終命令、月の階段を発動する。全部隊は現在進行中の全ての作戦を中止し、月の階段を最優先で実行せよ。作戦が成功し、一人の決意もなく諸君らと再会できることを、私は司令官として切に望んでいる。月の階段、それは一体というところで終了したな。レオンが雇えるようになりましたと。捕獲で一応こいつ1体確保して、こいつは解体しよう。8400円か、それなりに高いな。で、設計は何かある？何もないね。生産もないから、グループ編成でレベルの上がった人、ビショップは6レベルまでか。初期ジム、あ、初期ジム、そうか、ジムコマンドにしようとしてんだっけ。とりあえずで下の部隊で、ライノサラス、
ザメル、あ、10レベルか。先は長い。ジムストライカーは、あ、ここら辺いけるんだね。ジムカスタムとかも作れるんだ。パワードジムにするか。じゃあジムかい。弱くなるけど、ジムかい。生産プロフィール登録されてないね。ジムかいから順番に作っていこう。まあね、効率はねめちゃくちゃ悪いけど、2号機3号機って言ったらまあ2号機だな。こう全部解放してからあえて弱いのを生産するみたいな。いや一応さ全部見たいじゃん。でガンタンク、ロットが作れるんだ。ロットとか言ってさ、もうだいぶ時代が進むな。まあそりゃさ、強襲型ガンタンクから派生するって言われたらわかるけど、じゃあ量産型のガンタンクから作っていくか。こいつさバーニアとかつけてたんだ。ウェポンコンテナとか。ジム海がリーダーだったらこっちがリーダーの方がいいな。よし、ここからさらに設計ができるかどうか。なんか新しいやつ、なさそうだね。はい、というところで、じゃあステージ3はこれで終了したいと思います。次回はまあ謎の月の階段ですね、なると思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。